まだ売れてない若手芸人を子に持つ親が、29日に放送されるテレビ朝日系 EXD4.4 毎週日曜24時55分チルダに出演し、子供のために真剣勝負を繰り広げる。こよりでくしゃみ喪失し、にも挑戦イコールテレビ朝日提供、愛する子のためなら、芸人親バカ対決、と題した今回の企画。若手芸人の親たちは、1位になった親の子供だけがネタを披露できる、というルールのもと、様々な競技で対決する。スタジオに集まったのは、仕事の少ない息子のために自ら営業を取ってくる親、子供。のライブ後に3時間も反省会をする親、娘のためにネタを書く親など熱心な親ばかり。こよりでくしゃみ喪失し、水中息止め、などで奮闘する姿は、子供たちより笑いを取る場面も、そして、最後はまさかの親子愛に感動の結末が待ち受ける。今回の EXD44 は笑いあり、涙ありの内容となっている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。